としてくれよな。しかし彼らは飢え苦しみ涙した果てに立ち上がった民であろう。それをやれ。そんな調子じゃさっきの誓いもすぐに破れちまうぞ。いかにも我らの兄者となられたからには、乱世を進む気概を示される。ああそうであったな。我ら志と命を一つとし、この武この義で乱世を打ち払わん。行こう我が兄弟たちよ。黄金刀の領主を倒す。乱を鎮圧し平穏を取り戻すのだ。まずは討伐軍本体と合流する。黄金の勝負を打ち尽くすのだ。おお兄者やりましたな。本陣が陥落しては我らの敗北となる。急いで救援に向かうぞ。大使が飛んだぜ。何じゃ。おお、よく来てくれた。なんだ運兵。気にするな、よくとけ。私たちは民のため、乱を収めるだけだ。気を逃してはならぬ。攻め抜け。黄金刀など、所詮この程度よ。一気に押しつぶせ。この乱は夕日への足がかり。我らも遅れを取るでないぞ。ここからは二手に分かれよう。私と翼徳は東、運長は西を取る。あ、分かったぜ。東ってことは討伐軍本体の方だな。助けてください。トラマが黄金刀に襲われているだ。行くぞ。我らは軍港を立てねばならん。神などに構っている暇はないわ。目の前に騒乱に泣く民がいる。俺を救わずして何が大事か。おお、ケイ。燃える。侵入者に罰を与えよう。俺は何かしら術を使ってくるようだ。急いで岩陰に隠れるぞ。いきなり氷が降ってきた。メスワードに。なんと守りの矢を下せるとは。氷に隠れながら進まねば。天意、力ある女を使わせたまえ。エスワルドに。なんだ、炎の門と氷の門。こりゃどうやって突破したもんか。
金の本拠、遠洋な術にて守られているか。されど立ち止まってはおれ。術者を倒せば妖術は止まる。いざ味方の進軍を助けようぞ。抜けてくるとならばさらなる術で相手となろうぞ。おお、お前の戦並大抵ではない。この働き見事の遊歩艦内。おお、ここで援軍とは戦を分かっておるようだ。よくやった。その働き覚えておる。戦があるのに。あの才気が力の源のようだ。あれを破壊すれば奴の妖術に弱まる。弟を破る者がいたか。ならば私が向かわねばなるまい。お主が妖術の主か。その首頂戴する。成敗してくれ。全ての妖術が止まったか。残るは挑発のみ。その働き見事と言うほかない。患者に心配されるか。俺も焼きが回っちまったかな。我が教えこそが世を導く唯一の光。アンジラに邪魔はさせず。乱を起こし神を苦しむ。何が光だ。遠心あるのに。この竜玄徳が成敗してくれん。邪教で救われる世などなし。黄金刀領衆聴覚覚悟せよ。この天の理想を返せるのに。ならば我が最大の術を食らうがよい。おっかねえな。村を荒らす黄金もひでえけどよ。オラも黄金に混ざってたらアンヒトラに切られてただか。兄じゃ、お気を落とさぬよう。我らの戦、義にもとるものではござらぬ。そうだぜ。暴れる奴はぶっ倒していかなきゃ。収まるもんも収まりゃしねえ。そうかもしれん。しかし私はあのような民の顔を見たくはないのだ。ま、黄金の奴らがおとなしくなればつった民どもも楽になるだろうぜ。うん。しかし民を苦しめる元凶がついえたわけではござらぬ。ああ、これはほんの始まりに過ぎんのかもしれんな。